います。この公衆電話が九段の場所ですね。こちら、諏訪湖ですね。とりあえず北側に来ております。諏訪湖どういう理由で心霊スポットと言われているのかと言いますとですね、2004年とかに小学生の男児が行方不明になり、捜索の末この諏訪湖で遺体となって見つかった姿が発見されたというような話があり、取り出されたのは割とそれ以降みたいな感じなんですけども、もともと諏訪湖自体昔からねあまり良くない噂もあったようで、諏訪地方の人からしたらねすごい神秘的に心の居所と言えるようなね大事な湖なんですけども、明治時代に諏訪湖付近の製紙工場では主に貧しい飛騨出身の少女たちが女工として働いていた。しかし製紙工場の労働環境は非常に過酷なものであり、さらに工場から逃げ出したとしても貧しい地元に帰れるわけもなく、行く先に絶望した女工の少女たちは自ら諏訪湖に身を投げその命を散らしたのだという。まあ、そういう逸話があるせいか、体調悪いときに諏訪湖にやってくると水の中に誘い込まれるようなことがあると言われているんです。一応ね、その男の子の話に関してはここっていうよりも水門の方とかって言われているようですけどね。場所なんですけども、ちょっとそういう言われもあるような場所ということで、まあ、特別な場所というのは、まあ、間違いなく特別な場所なのかなというふうに思います。はい、夜の諏訪湖に来ております。この諏訪湖のね、北西だね、北西の位置にあるものがございまして、まあ心霊スポットだと言われとるというところでございます。そちらにねちょっと今向かっていくところですね。数時間前夕方にね諏訪湖心霊スポットとも言われているという話を紹介させてもらいましたけども、今はすっかり夜ですね。この諏訪湖のそちらですね、あそこに建物が、建造物があるんですけど、コンクリートのあれが鎌口水門という場所になります。諏訪湖でね水難事故とあるとそこに遺体が流れ着くという噂がある場所でして、まあ、その近辺にあるものがその怪異現象の噂の場所になっております。
水五足なんかいろいろと書いてますけどね、はい、こちらがこの道水門ですかね。この水門付近に遺体が浮くことが少なくないので霊が帰りたいと何もまた現れるんじゃないかと。言われている場所ですね。水門自体はでも心霊スポットにはならずに、その近くにある電話ボックスが心霊スポットになっております。こちらに今から向かおうと思います。ここにね、これが電車のなんかか、トロッコの展示がされてるんですけども、そのトロッコの展示のすぐ向かいに公衆電話がございます。この公衆電話が九段の場所ですね。この公衆電話自体がどうっていうのもちょっとね、ちょっと話がずれてくるんですけど、この付近を通りかかった時に白い服の女性と出会うと。で、最初はただの普通の人かと思うんですけども、ただ黙って後ろをついてくると。こちらが足を止めると彼女も止めて、歩き出すと同時に歩き出すなんですけども、結局声をかけるとかそういうのはなく、気がついたらいなくなっているという、そういう何をしたいのかよくわからないけどついてくるというね、お話がありますね。特に害を与えてくるわけではないらしいんですけども、一説では諏訪湖で亡くなった女性が電話ボックスを通じて現世とつながろうとしているんではないかと言われていると。まあ、要するにあの水門に流れ着いたご遺体の方が、まあ、現世とのつながりを求めてついてくるんじゃないかというふうに言われているというところですね。はい、そんなわけで、白い服の女性の霊がついてくると言われている、諏訪湖の公衆電話並びに鎌口水門という場所を見てきました。まあ、時間がねあんま遅くないっていうのもあって、雰囲気とかはね、怖い雰囲気とかは特になかったですけど、車も結構通ってますしね、まあ、ただここに出てくるのはそもそも怖いもんではないということなので、もしまだ出るんだったらね、成仏されてるといいなと思いますね。そんなわけで、諏訪湖公衆電話ボックスでございました。